皆さんこんにちは、チオチャンネルのあちおです。今日はですね、青山に来ております。なんで来てるかと言いますと、このね、鬼太郎ヘアをもうどうにかすべく美容院に行くために青山に来ております。もうね、このまま伸びるとね、コルトピになるんじゃないかと心配してたんですよ。ってわけはないんですけども、まあちょっとこれから美容院で髪を切っていきたいと思います。で、髪を切っていきたいと思います。で、アレさんにはちょっとね、眼科に行くとか嘘ついてきたので、まあ髪切った後ね、どんな反応してくれるのかもちょっと動画にしてみようと思います。なんだこの間。はい、美容院到着しました。ここです。カットが3000円かな。入ってきます。はい、皆さん髪切り終えました。こんな感じです。後ろはね、こんな感じで結構短く切りました。アレさん驚くかな。ということで、ちょっとね、アレさんのいる新宿までこれから向かっていきたいと思います。いやー、もう再開発がこんなに進んでるなんて本当驚きました。もうなんか昔あった汚い渋谷じゃないですね。もういや、すごいな。こんなラインもあったのかな、この通路。これあったのか。いや、もう本当に2年で変わるってもうすごいっすね。アレさんまだ来てないので、コーヒー飲みながら待ってます。なんて反応するかな。アレ来ました。すごいかっこいいじゃん。どう？めっちゃいい。いいね、すっくりしたね。どの辺がよろしいですか？このこう透かしたところ綺麗。透かしたところ、波がある、なんていうかな。透かしたところってどこだろう。どこか、どの辺？ツンツンツンしてるじゃん。ああ、これセットがめっちゃおしゃれ。3000円だったんで、どうだろう。めっちゃいい。あの、10点満点。10点満点？100点中？10点、10点中だね。10点中10点、はい。どう、前の髪型と比べて。うちの方がいいじゃん。前はもう語ってなかった。カブトガルだね。いいね、いいかな。いいじゃん、すごい。いい感じかな。いいね、満足してるの。満足してる。いいね、大成功。カップより。あ、本当？よかった。ジェルめっちゃつけてもらったんだ。こないだはなんかここボリュームこう、少なくしてなかったよね、ボリューム。してなかった。こんな感じ。イエーイ。いいね、はい。めっちゃいいじゃん。